ボルガストは、ドイツ連邦共和国の都市、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州のオストフォアポンメルン郡に属する。ピーニストラム川に面しており、トベ海峡を通して、道路と鉄道で行き来できるウーゼドム島と向かい合っている。聖ペトリ協会現代ボルガストの先駆けは、ベンド人の拠点、ホロガストトリ出であった。1123年、ホロガストは、 ポメラニア公バルティスラフ一世に明け渡された。1128年、ベンド人はバンベルクのオットーに洗礼を施され、オットーは現地の神殿を破壊して、そこに聖ペトリ教会を建てた。間もなくドイツの入植者が発展しつつある町に移り住んだ。1282年、バルティスラフ三世により、リューベック法を与えられた。宮殿ロトハウスオールガスト・ボルガストは、 グライフェン家の支配が終わる1637年まで、1285年から、ポメラニア港の居住地であり、広告の長年の分裂における、ポメラニアボルガスト広告の首都であった。居住用の宮殿は、ある島にルネサンス様式で建てられた。それゆえその島は、宮殿島と呼ばれている。フィリップ・ユリウス港が後継ぎを残さず、死んだ時、 ポメラニア・ボルガスト公爵の系譜は途絶えた。30年戦争の間に、スウェーデン王国は、ボルガストを占領し、1815年まで、スウェーデン領をポメラニアの一部として保持した。大北方戦争の折、アルトナでのスウェーデンの放火に対する報復として、1713年に、ロシア・ツァーリー国軍によって、町は焼き払われた。一つの教会と四つの礼拝堂。 もう四つの建築物だけは火災を免れた。従って、旧市街の建物は18から19世紀のものであり、町役場は火災の後、バロック様式で再建された。1815年のポメラニアからのスウェーデンの撤退後、町はプロイセン王国のポンメルン州に組み入れられた。宮殿の最後の残骸は、1849年に運び出された。ボルガストは、 穀物取引のための港として19世紀を通じて繁栄した。1994年6月12日、ボルガストは軍役所所在地としての地位を失い、ボルガスト軍はオスト・フォアポン・メルン軍と合併した。2011年にはフォアポン・メルンドライフスバルト軍の一部となった。ありがとうございます。